大人の就活 TV。 皆さんこんにちは。司法書士法人三つ葉グループの島田祐介です。こんにちは。同じく三つ葉グループの広木鈴鹿です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日も始まりましたけど、はい、はい、では本日のご相談はこちらです。はい、相続人の中に行方不明の兄がいます。どうしたらいいですか、教えてくださいとのことです。どうしましょうかね。困りましたよね。相続人の中に、まあ、行方不明の人とか未成年者とかもいるときは困りますよね。そうですね。実際どうしたらいいでしょうか。はい、まあ、こういうときは、はい、まあ、ズバリ不在者財産管理人という制度を活用します。不在者財産管理人、はい、一言でお願いします。一言で言うと、はい、まあ、相続人の一人が、はい、まあ、お兄ちゃんが行方不明になったので、うん、代わりにお兄ちゃんの代わりに財産管理する人を選んでください、裁判所さんっていう制度です。あ、裁判所が絡んでくる感じですね。裁判所が代わりに選んでくれますね。結構手続きは大変なんでしょうか。どうですかね。結構大変ですよ。まあ、内容証明郵便本当にいないのかということで、はい、内容証明郵便を送ったりとか、うん、現地に、まあ、最悪現地に行って本当にこういるのかいないのかみたいな調査したりとか、うん、で我々が大体こう司法書士とか、はい、弁護士がよく選ばれるケースが多いですね。うん、他に何か苦労する点ってありますか。あとは結局その不在者財産管理人が選ばれた後に、はい、まあ、遺産分割協議をするんですけど、うん、今日は誰が財産もらうかとか話し合いをするんですけど、はい、その中で裁判所の許可をもらわないといけないんですよね。はい、こういうふうに遺産分割協議書をやろうと思ってますけどいいですか裁判所さんみたいな、うんうんうん、でまた許可をもらわないといけないので、はい、そこが一つ大変です。で二つ目は、うん、はい、結局その法定相続分は必ず確保してくださいねっていうのが出てくるので、まあ、そこが大変ですよね。法定相続分を確保ってなんか後見人もありましたね。同じ感じです。やっぱ裁判所が絡むと法定相続分の確保だからこう変に不利益にはできないので、必ず、ね、最低限は確保してくださいねみたいな。そうするとやっぱ不動産しかないときは現金を用意しないといけなかったりしますよね。そうだから一番大変なのは本当に不動産しかないときで、はい、まあ、こう共有にするわけにもいかないので、うん、まあ、一番いいのは不動産もらいます。その代わり行方不明の、まあ、不在者財産管理人に、まあ、いくらか法定相続分の対価を払いますみたいなのは、うん、まあ、ありますけど、一番いいのはもう事前にこう行方不明の人が分かっている場合は遺言とか書いておくのが一番いいかもしれないですね。はい、今回は不在者財産管理人についてでした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。大人の就活 TV いかがだったでしょうか。皆様からのご相談コメントお待ちしております。また三つ葉グループでは相続・信託に関する初回相談無料で実施中でございます。お気軽にご相談ください。三つ葉チャンネルの登録もお待ちしております。